おめさんどうだね。ごときスマホって便利だよな。運転しながらいろいろ調べられっけな。父ちゃん運転中にスマホ危ないよ。バカすんなお前、俺昔から視力 2.0 で変わってねえぞ。危ない。父ちゃん父ちゃん、やべえな、視力落ちったったんかな。視力は関係ねえわ。運転中にスマホやめれや。大人が変われば子供も変わる。FM 新潟と新潟県青少年健全育成県民会議では共同キャンペーンを行っています。